アヤシは、単子用植物稲か、アヤシ属に属する植物。ヨシによく似た植物で、太くふしばった棒をつける。本種は、背が高くなり、1.5メートルを超えることもある。湿地に群生する姿はヨシにそっくりで、一緒に生えていると一見では、区別できないほどである。外見的には、穂が、初夏に出ること、それが数本の太い枝だけからなるのが、はっきりした特徴である。 地下茎は太くて、泥の中を横に這う。あちこちから茎を立てる。茎は丈夫でまっすぐに立ち、高さは80から160センチメートル、まばらに節があり、それぞれから葉をつける。葉は長さ20から40センチメートル、やや細長くて硬く、やや粉を吹いたように白い緑色。多少艶があり、収脈は白っぽく見える。円はザラつかない。これは、 細かい巨子はあるのだが、その先端が寝ているので、引っかからないのである。過剰は5から6月頃から出て、秋まで見られる。足のそれがややすすきのように柔らかく広がるのとは、全く異なり、5から10本の太い枝がやや手のひら状についたもので、成熟するとそれぞれ、節くれ立ち、鳥の足を思わせるほどの妙な姿となる。穂の長さは10から25センチメートル。 枝の幅は5ト、mm、ルほど。多数の節があって、それぞれに一体のコボがつく。ただしそれらは枝に密着しているので目立たない。コボは柄の先につく第1コボとその柄の基部につく柄のない第二2コボの二つで、形はほとんど変わらない。コボは長さ8から1 0ト、mm、ル、先の尖った楕円形。中に二つの小花を含み、先端側の第二小花は、 両生、木部川の第一小花は、優生。藍足の群落、川口や海岸に生える。河口の干潟では、足と一緒に生えることもある。ただし足のように淡水域にまでは広がらない。また、海岸では時に、遠征湿地でない海岸でも、小さな群落を見ることがある。日本では、北海道から九州の各地に生えるが、足よりは、生育地は少ない。国外では、 朝鮮半島、中華人民共和国北部、アムールに分布する。アイア氏族には、地中海からインド、アジアに4種がある。日本には、この1種のみ、紛らわしいものはない。ホウやコボの構造からは、牛の疾病やカモノハシが近いが、それらははるかに小さくてか細い植物なので、外見的には間違う可能性がない。むしろ全体の姿は、アシと似ている上に、 よく一緒に生えているのでややこしい。藍足の方が小さいが、足の背丈も結構変わるので、それだけでは区別できない。葉の色が、足の方はやや緑が濃く、艶がなくて朱脈が目立たない、といった差はあるが、決め手にはなりにくいかもしれない。したがって、両者の穂が出ていない初夏までの時期にはややこしいが、大抵両者ともに、昨年の穂が枯れて残っているので、 その残骸さえあれば確実に区別できる。ありがとうございます。